エンリケ三世は、カスティーリャ王国の国王、病弱王と呼ばれる。カスティーリャ王フアニ一世とその王妃であったアラゴン王、ペドロ四世の王女、レオノールの息子。アラゴン王フェルナンド一世は弟である。エンリケは、カスティーリャ王国の首都であったブルゴスで生まれ、王大使となった。そして1390年、不王の死去によって11歳で王位を継ぎ、14歳から、神聖を始めた。 彼は国王顧問会議に下級貴族を登用して王権を強化し、さらに都市の統制のためにコレヒドールを派遣した。エンリケ3世は1400年に海賊船を中心とする艦隊を派兵して北アフリカのテトワンを破壊するなどイングランドに対して何度か勝利を収めた。また1402年にはフランスの探検家ジャン・ドビタンクールを派遣し、 カナリア諸島の植民を始めた。さらにティムールに対しても死者としてルイ・ゴンサレスでクラビホを派遣している。1388年にエンリケはランカスター・コージョン・オブ・ゴーンとの娘キャサリンと結婚した。カタリナの母コンスタンサはペドロ・一世の娘であり、この婚姻によってトラスタマラ朝の正当性が強化された。1406年、 エンリケ3世はトレドにて27歳で創生した。王位は、カタリナの間に設けたアステリアスコフアンが、フアン2世として継いだが、2歳に満たなかったためカタリナが、摂政となった。キャサリンとの間に一男二女がいる。ありがとうございます。